はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、PayPay7 月キャンペーンに変化が、僕のワクワク PayPay お帰りなさいということで、今回は7月に開催されているワクワク PayPay に、ちょっとした変化がありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、一旦確認なんですけども、現在 PayPay ではこちらのワクワク PayPay という、ランチやスーパーで 10% から 20% の還元のキャンペーンが、11時から14時の間に開催されています。それについて少し前にこんな動画をアップしました。7月のペイペイワクワクしない件ということで、その時にツイートしたのがこちらですね。秘宝、なんと自分の住んでる地域のスーパーがワクワクペイペイ対象のお店がありませんでした。唯一の救いだったミスターマックスもマップに出てなかったので、念のためお店に問い合わせたら今回は対象外ですとのことを、僕のワクワクどこ行ったというツイートをして、ぶっちゃけほぼ今回のワクワクペイペイ諦めてたんですよね。そして動画でもコメントいただいて、同じような状況だった方も結構いらっしゃったみたいで、僕が利用するスーパーのミスターマックスは楽天ペイが 10% のキャンペーンをやってるので、まあそれが唯一の救いだったんですけども、やっぱりペイペイの方が 20% 還元もあって、ペイペイチャンスもあるので、ぶっちゃけペイペイの方が使いたかったっていうのが本音だったんですよね。そしてたまたま本日ですね、ワクワクペイペイの使えるお店を見てたら、なんとですね、その例のミスターマックスにワクワクペイペイのマークがついてたんですよね。いやー、これ本当にテンション上がりましたね。一応お店に問い合わせたら対象ということでした。いやもう結構飲食店では使える感じだったんですけども、スーパーが使えなかったので、これが使えるようになったっていうのは本当に助かりましたね。ちなみに以前もこちら紹介したペイペイの公式ツイートなんですけども、ランチキャンペーンはお店からのエントリー制となります。ペイペイ利用が可能な店舗でもキャンペーン適用外の場合があります。事前に近くのお店マップから確認してご来店くださいということでした。念のためですね、他のミスターマックスの店舗を見たら、ワクワクペイペイのマークが入ってない場所もちらほらありました。なのでチェーン展開してるお店でも店舗ごとにエントリーをしたり してなかったりすることも場合によってはあるみたいなので、ぶっちゃけペイペイ使えるお店ならもう本当に全部対象にしてほしいっていうふうには思っています。一応対象店舗の確認方法なんですけども、PayPay のアプリを開いたら、左下にある近くのお店をタップしたら、右の画像のようなお店のアイコンの上にワクワクと出ていたら対象店舗となっています。なので、もしかしたらお近くの飲食店またはスーパーで対象外になってたものが気づいたら対象になってる場合もあるかもしれないということですね。ということで、今回は諦めていたワクワク PayPay が戻ってきたという動画でした。今この動画を見ている視聴者さんはどんな感じでしょうか。ぜひですね、今のワクワクペイペイの現状などあれば下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。